にちは、安藤リレイです、もやしと厚揚げ炒めをやりたいと思っています。よろしくお願いします。じゃあまずですね、材料の方確認 したいと思います。じゃん。簡単もやしと厚揚げの炒め物ってことで、前はね、あの手書き あのホワイトボード文字でしたけど、あの今日はこの、鏡文字でやりたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、もやし1袋、厚揚げ1/2丁、お味噌が小さじ2、砂糖小さじ1/2、オイスターソース、ナンプラー、万能ネギ、ニンニク、みじん切りが大さじ1っていうことですね。はい、で、早速やっていきたいと思います。まず材料の方の確認からですね、もやし1袋分だいたい 200g でいいと思います。まあ、あの好みでね、あの増やしていただいても全然大丈夫です。で、厚揚げが 1/2丁ですね、写ってますね、はい、であと万能ネギが、2本と、あとニンニクが大さじ1分ですね。ニンニクみじん切りです。であと調味料の方が、お味噌小さじ2、砂糖小さじ2分の1、オイスターソース、ナンプラーってことなんですけど、今日はね、タイのこの味噌を使いたいと思います。タオチオとか、トウチョウとか、日本語ではね、日本語というかタイではね、言われたりするんですけれども、あの見てわかる通り、あの日本のね、田舎味噌で大丈夫です。あの名古屋の方のね、あの赤味噌とか、まあ、東北の方の白味噌とかじゃなくて、あの普通の田舎味噌を使っていただければ代用できます。と、次オイスターソースですね。オイスターソース、あと砂糖、オイスターソース今日はあのタイのをね使いますけれども、普通にあのご家庭にあるのを使っていただければと思います。はい、ということで、では始めていきたいと思います。まず厚揚げなんですけれども、これはあのお湯をかけて、お湯をね、回しがけして、あの周りのね油を、取っておいてください。油抜きをしておいてください。なんでかっていうとね、まあ、油で揚げてそのままあの商品として出荷されるわけなんですけど、まあ、多少ねやっぱりあの時間の経過とともにあの周りの油が酸化しちゃってます。なので、ちょっと油臭さが残ったりするので、周りの油は必ず、お湯でね洗い流してあげてください。はい、で次ニンニクですね。ニンニクあと万能ネギということで、そうですね、もう本当に難しいことはないので、サクサクいっていきたいと思います。ちなみにもやしはですね、根っこを取っておいてください。もやしの根はですね、もやしの根、こういう感じのですね、こういうところを取って、外しておいてくださいね。それをすると、苦味とか、えぐみとかがなくなりますので、まあね、お家で作るときは結構生徒さんもね、私一回も取ったことないですっておっしゃる方がすごく多いし、実際私も毎回取ってるかというと、決してそんなことはないです。ので、まあ見栄えと、まあ、味がね、やっぱりちょっと雑味が入っちゃうので、もし余裕があったらね、取ってくださいということですね。もやしの根ですね。ではニンニクみじん切りからいきます。ニンニクみじん切りなんですけれども、こう上からね体重をかけて少し潰してあげます。そうするとちょっとあの皮がね剥けやすくなります。スルッと剥けますね。このねニンニクみじん切りをのもうのこの皮むきとかね、このコツとかね、あの野菜の飾り切りのコツとか、あの YouTube でちょっとたまにアップしてたりするので、よかったら YouTube のねチャンネルの方も見ていただければと思います。ニンニクみじん切りです。まあ、タイのみじん切りはね、あ、ごめんなさい、タイのニンニクはね、あのもっと、あ、これ1個で大さじ1ぐらいありそうですね。はい、ニンニク大さじ1です。であの油、お湯をかけて湯抜きしたね、厚揚げですね。厚揚げは、大体このぐらいの厚みだと思いますので、縦にちょっと厚さを
切ってありますね。切りづらかったらこうやって横にしてください。で3センチの、だいたいこれの3等分ぐらいですかね、サイズに切ってください。こんな感じですね。お見せしそびれました。こんな感じですね。切ってください。じゃあ、あと万能ネギでしたね。あと万能ネギやります。で万能ネギ、今日は1本だけ飾り切りにしたいと思います。ここの、二股に分かれているところから 6-7 センチ上でカットして、で 4-5 センチ下で、もう1回カットしますね。この飾り切りの方法もね、 YouTube とかでご紹介してたりするので、あ、前回のインスタライブとかでもやってたっけな、もしよかったらね、ご覧いただければと思います。でこれを冷たい、このね穂先を冷たい水につけておくと、後でねここがくるっとなって、かわいいね飾り切りができます。こんな感じでね水につけておいてください。あとはですね、2、3センチのざく切りにね、切っていきます。ザクザクと切っていってください。で万能ネギは最後にさっと入れるだけなので、ちょっと別のね、ボウルに入れておきます。これぐらいのサイズですね。はい、では炒めていきましょう。ではフライパンに油を敷いて、まず厚揚げをカリッと仕上げていきます。これまあやらなくても大丈夫なんですが、やっぱりやってあげた方がね、カリッとして美味しいです。厚揚げを、カリッと、ね、させていきます。まず両面を焼きますね。で名前の話を引き遂げれてしまったんですが、この料理名はですね、カットアゴークと言います。カが炒めるで、トアが豆ですね。でトアゴークでもやしを刺しますね。まあ厚揚げもまあ豆腐、まあ、豆からねしてきてるんで、まあお豆系の炒め物になりますね。で片側が焼けたらひっくり返して両面を焼いてあげてください。焼いてあげた方が美味しいです。あ、ちなみにね、火は強火でいいですね。火は強火です。この方がね、早く焼き上がります。ただくっついちゃうという方はちょっと火加減を調節してあげてください。両面がこんがり焼けたらこんな感じですね。見えますかね。両面がねこんがり焼けたら一旦取り出して、続けて手前に置いて、一旦取り出して合わせ調味
料を作りましょう。合わせ調味料ですね。合わせ調味料がお味噌小さじ2、砂糖小さじ2分の1、オイスターソース小さじ1、ナンプラーを小さじ1ですね。まあ、たまにお子さんでナンプラー苦手って、この匂いが苦手っていう方がもしいらっしゃるようだったら、ここは醤油にね、変えていただいてもいいです。味噌、砂糖、オイスターソース、ナンプラーを入れました。で、この、調味料を作った段階で味を見て美味しければ OK です。で、いろいろアレンジしていただいていいんですけど、料理初心者さんはまずレシピ通りに作るところから始めてみてください。それでもうちょっとレシピ通りに作ってから、もうちょっと甘い方がいいなとか、もうちょっとナンプラ欲しいなとか思ったら、好みで足していただければなと思います。はい、では炒めていきますね。そっか、ここまでしか入ってないですね。そうですね、すいません。合わせ調味料をね、作ってました。はい、それでフライパンに油を熱してニンニクを炒めて、香りが出たら、そうですね、厚揚げを入れていきます。で、もやしを入れていきます。ここからはね、すごい早いです。で、もやしなんですけど、ちょっとこうやって混ぜないで、フライパンにこうやって焼き付けてあげてください。そうするとね、さっきり仕上がりますので、20秒、30秒ぐらいですかね、フライパンの上でちょっとこうやって焼き付けてあげてください。はい、あとはさっと炒めるだけですね。お好みで辛いのが好きな方は唐辛子を入れてあげてください。で、合わせ調味料を入れていきます。止めてください。で、好みで少し胡椒を少々かけて、お皿に盛り付けます。ちょっとね、今日は1人分なので少なめですけど、こんな感じ で、 で、あと上に唐辛子なんかね、飾ってあげるといいと思います。ください。こんな感じで出来上がりました。はい、こんな感じで出来上がりました。どうもどうもありがとうございました。なんか質問とかあったらコメントなり、後でもね大丈夫ですので、コメントしていただけたらなと思います。もやしと厚揚げの炒め物、あ、ちょうど半ぐらいかな、湯気見えるかな、見えます、あ、見える見える。はい、出来上がりました。ランチとかね、あと一品欲しい時にぴったりなので、よかったら、作ってみてください。はい、ということで、こんな感じでね、ちょっとすいません、今日は携帯で、しかも縦なので、あれいつもと違うんですけど、こんな感じでオンラインレッスンを行ってますので、もしよかったら、オンラインレッスンの方、ご参加いただけたらなと思います。今日は終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。